ボストーク6号ボストーク6号は初めて女性が宇宙へ飛行を行ったソビエト連邦の宇宙ミッションである。1963年に発行されたボストーク6号とテレシコワの記念切手上院はワレンチナ・テレシコワで宇宙飛行中における女性の体の反応データを集めるのが目的だった。他の宇宙飛行士と同じようにテレシコワは飛行記録をつけて写真を撮り、 宇宙船を操縦した。その最中、テレシコワが撮影した日の出の写真は、後に大気中のエアロゾル層の調査に使用された。2日前に打ち上げられたボストーク5号とは、ソビエト宇宙プログラムの合同事業として行われ、今回のミッションはもともと両方に女性が登場するはずだったが、ボストーク計画は、ボスホート計画に引き継がれることが決まったため、実現しなかった。 ボストーク6号は、ボストーク参加機の最後の飛行となった。報告と長年にわたる噂によると、飛行中のテレシコワには、宇宙いやひどい月経などの症状が現れたという。ある報告によると、テレシコワは、ヒステリー状態になり、無線を通じて、セルゲイ・コロロフに叱られるまで泣き続けたという。しかし、テレシコワはプログラムを完璧にこなした。2004年、 制御プログラムのエラーのため、宇宙船が軌道から下降すべき時に上昇してしまっていたことが明らかとなった。テレシコワは飛行の初日にその事態に気づき、コロリョフに報告した。そのミスは適切に直され、テレシコワは無事に生還できた。宇宙船の設計も担当したコロリョフの要請により、テレシコワはその後30年間にわたって事実を隠した。 後に明らかにしたところによると、テレシコワは宇宙船をうまく誘導できず、降下が始まる直前には通信も途絶えてしまった。管制センターは着陸完了から2時間後の間、テレシコワの位置を把握できなかった。救助隊がテレシコワをようやく発見した場所は、想定していた地点から数十キロメートルも離れていた。着陸地点は、アルタイ地方のバイボ西方の農場だった。 パラシュートでの落下中に強い風が吹き、テレシコワはもう少しで湖に落下するところだった。再突入時のカプセルは、モスクワ近郊コロヨフにある RKK エネルギア博物館に展示されている。これは、ボストーク計画の最後の飛行となった。女性初の宇宙飛行から50年、ソ連崩壊で明らかになった苦難のミッション。アフプブニュース、http www.afp b ドットコム、アーティクルエンバイロメントサイエンスイートサイエンステクノロジー295万693 1090万5466 ctm キャンペーンイコール txt トピックス2013年9月16日閲覧ありがとうございます